こんにちは、レザークラフトフールです。今回は、両面斜め縫いに挑戦したいと思います。手縫いのレザークラフトをする際にですね、サドルステッチ1本の糸で、両方に針をつけてですね、こう交互に、縫っていく、縫い方で、ものづくりをするとですね、穴を開けた表側の、ステッチはですね、こう斜めに糸が走るんですよね。ただ、普通に縫うと裏側はまっすぐ糸が走るんですよ。これをですね、両面斜め縫いにできませんかということで、コメントをいただきました。動画をね、見ていただいてありがとうございます。僕自身はですね、裏面はもちろんなんですけど、表面もですね、そこまでこう斜め向きのステッチに実はこだわってないんですよね。こだわってないというか、できないというか自分のですね、こう縫うテンションのかけ方が比較的強めなんで、ひしめ打ちで穴を開けた場合ですね、こう糸が食い込んで、あまりですね、こう斜めにステッチが走らないんですよね。じゃん。これですね、別のコメントの、お答えということで、ちょっと作ったサンプルなんですけれども、その方は裏面まではおっしゃってなかったんですけれども、この表面のですね、ステッチがこう斜めにならないということで、どうすれば斜めになりますかという、質問でした。ですから、うちにあるこうひしめ打ちと、ヨーロッパ目打ちっていう目打ちでですね、比較のこうサンプルを作ってみたんですけれども、こう見るとですね、このヨーロッパ目打ちっていうこう目打ちがですね、一番こうステッチが斜めに走っていると思います。こう見るとヨーロッパ目打ちもすごく綺麗ですよね。ただ僕の場合はですね、自分のレザークラフトの作業工程にですね、そのひしめパンチっていうのが欠かせないものになってるんですよね。ですから、そのひしめパンチとの整合性を考えるとですね、このヨーロッパ目打ちっていうのが、ちょっとね、使えないんですよ。そういった理由でですね、斜めのステッチっていうのにそこまで僕自身がこだわりがなかったんで、その裏面までですね、こう斜めにステッチをこう走らせたいっていうところは今までね、やったことがなかったんですよね。ですから今回ね、コメントもいただいたんで、僕自身のですね、勉強も兼ねて、今回ですね、動画を撮ってみたいと思います。はい、そしたらですね、両面斜め縫い、やってみたいと思います。こちらですね、冒頭も少し、見ていただいたんですけれども、こちらがですね、フールが定番で販売している、目打ち、穴開けですね。その目打ちを使って縫ったサンプルになります。目打ちの幅はですね、すべて4ミリ金を使用しています。こうして見るとですね、この3種類だとこのヨーロッパ目打ちがですね、一番ステッチがこう斜めに縫えてると思うんですよね。ですから今回は、この京進Lさんのですね、ヨーロッパ目打ちを使って、試してみたいと思います。はい、よりですね、分かりやすいように、2枚革を貼り合わせてですね、両面を銀面にしてみました。厚さはですね、1ミリ厚の革を2枚貼り合わせて、2ミリ厚になっています。多分ですけど、厚い革の方が、ステッチ、こう斜めのステッチは出しやすいと思うんですよね。ただ実際ですね、レザークラフトしていて2ミリ以上になる部分っていうのは、そんなにないと思うんですよね。ですから今回は一番ですね、使用頻度の高そうなこの2ミリ厚の革をですね、使って、ちょっとですね、やってみたいと思います。普段ね、やらない作業なんでね、ちょっとこううまくできるか分かりませんけど、やってみましょう。はい、こちらがですね、京進Lさんが、販売している、ヨーロッパ目打ちですね。見ていただいたら分かるようにですね、こう刃がですね、ひし形になっていません。これがですね、ヨーロッパ目打ちの特徴ですね。初めからですね、こう刃が斜め向いています。ひし目打ちっていうのはひし形に刃がなっているので、必然的にこう穴が斜め向くみたいなイメージなんですけど、ヨーロッパ目打ちの場合はもう初めからですね、斜め向いてます。当然ですね、穴も斜めに開くので、ステッチを斜めにするのにはすごくですね、向いている目打ちだと思います。単純にですね、縫い目としてはすごくですね、綺麗に仕上がると思います。
ただ僕はひしめパンチを使うんで、このねヨーロッパ目打ちっていうのが定番で使えないんですよね。はい、こんな感じで穴が開きました。まあ、まずはですね、これをちょっと普通に縫ってみたいと思います。今回使用する糸は、ビニモの、1番ですね。カラーは146、ちょっと赤茶っぽい糸ですけれども、これがですねちょっと分かりやすいと思ったので、今回ですねこの糸で縫ってみたいと思います。はい、僕はですね右側から左側へ縫っていきます。縫い方に関してはですね、いろんな縫い方があると思います。縫い方の動画もですね何本か作ってますので、もしですね見てない方はぜひそちらも見ていただきたいんですけれども、まあ、僕の縫い方は割とスピード重視ですね。一気に縫い上げていくイメージです。はい、では、普通に縫っていきます。今回は両面斜め縫いがメインになるので、縫い方の方はですね、特に詳しく、解説はしません。同じやり方でですね、動画作ってますので、もしですね興味のある方はぜひですねそちらの動画を見ていただければと思います。まあ、こんな感じで、順番に縫っていきます。普段ヨーロッパ目打ちは使わないんですけど、やはりこうステッチとしてはこう斜めにですねなってる気がしますね。こんな感じで、どうでしょう。特にね意識せずに、もうほんと普通に縫ってみました。表はまあ比較的こう斜めにステッチ走ってると思います。はい、裏はこちらがですね裏面なんですけど、どうでしょう、裏面はやはりまっすぐステッチが走ってますね。はい、そしたらですね次は、今度両面がですねこう斜めにステッチが走るように縫ってみたいと思います。はい、ではちょっとやってみたいと思います。まあ、普段全くやらないことなんで、こうねちょっとね自分なりにいろいろ考えて試してみたんですけれども、一応ですねそれっぽい形にできるようになりましたんで、ちょっとね見ていただければと思います。まあ、理屈はですねよく分かってないんですけど、要はですね、表も裏も同じ糸の、運びになれば両方斜めになると思うんですよね。はい、この状態からですねまず一つ、糸を進めます。はい、こう進みました。この時点だと前から見たらこう斜め向いてますよね。でこれをですね無理やり、矯正していきます。まずですねこの進んだ糸をちょっと下に下げてですね、後ろの糸がこう前へ出てきます。こうすると先ほど斜めだった糸がこう下に下げられてまっすぐになってしまいますよね。裏は斜め向くんですけど、今度前がですねまっすぐなってしまいます。でこれをですねもう無理やり、斜め向くように矯正します。この進んだ糸のですね中にこの裏から来た糸を通します。ぎゅっと通して上へ持ち上げます。こうするとですねこの先ほどまっすぐ向いていた糸が斜め向きにね矯正されています。この皮の中でですね糸が多分バッテンになってると思うんですよね。こうすることによって後ろから前に下から上へ角度がつくような縫い目が表も裏も出るようになります。はい、もう一度やっていきます。刺して、下げます。裏から通してから下へ引っ掛けてギュッと持ち上げて進みます。ちょっとね分かりづらいんですけど、一応理屈としてはですね下から上下から上という糸の運びになっています。裏側も、
下から上へ下から上へという糸の運びになっています。もう少し縫い進めてみます。はい、といった感じで縫ってみましたけどうまくない一応ですね、まあこの辺はちょっとこう斜め向きにこうしっかりね裏もなってて、前もですね、まあ理屈で言うとまあこんな感じで斜めになってるんですけど、全然綺麗じゃないですねこれダメですねまあでも多分ですね、理屈はこういうことだと思います。うん、これはもう実用レベルではないですね。まあこの辺はですね、明らかに斜め向きになってるので明らかに上側とは違いますよね。革が多分厚い方がやりやすいと思うんですよね。ちょっとですね、次はもっと厚い革でやってみようと思います。はい、ではね、この厚い革でやってみたいと思います。こちらはですね、4ミリ厚の革ですね。これだとね、もっとやりやすいと思うんですけど、まあちょっとね、やってみましょう。やり方はね、同じです。進んで、はい、こっちを持ち上げると、はい、ね、これの繰り返しですね。はい、下げておいて、逆でもいいような気もしますよね。はい、前はまあ斜めに設置走ってますよね。銀にちょっと針が当たるんで逆でもいいのかもしれませんね。まあ、ちょっとこのままやってみます。はい、進んで、はい、上側を通るけど、はい、引っ掛けてあげると、うん、前はですね斜めステッチになってますね。はい、後ろも、うん、ちょっとね分かりづらいですけど、糸の運びとしてはですね、斜めのステッチになっています。はい、もう少し縫ってみましょう。下に下ろしといて、はい、進んで引っ掛けて持ち上げると、はい、引っ掛けて持ち上げると、まあ、これで1回ずつこう締めていった方がいいのかも知れませんね。して持ち上げて出すと、はい、一通りね縫い終わりました。どうですかね。一応斜めステッチにはなってるんですけれども、微妙な感じですかね。まあ普通に縫ったものよりかはやはりこう斜めにステッチ走ってますよね。もっと幅の広いピッチだったら斜めになるのかな。難しいですね。これが普通に縫ったやつですね。はい、でこの2つが両面斜め縫い、この2つが両面斜め縫いの努力をしたものです。うん、なかなかねちょっとねうまくいかなかったんですけれども、おそらくですねやり方はね間違ってないと思います。あとはですねその慣れとか技術の問題だと思いますので、ぜひですね参考にしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ということで両面斜め縫いなんですけど、もう全然ダメでしたねこれはまあちょっと難しいですね。僕はまあこれステッチングポニーとかを使われる方だったらもっとうまくできるんでしょうかね。
最後にやったこの厚い革の分はですね、まあなんとなくそれっぽくはなってますけど、まあちょっと商品で使えるレベルではないですね。せっかくコメントいただいて、なんとかね動画でお答えしたかったんですけれども、これは正直ちょっとまあ参考程度に見ていただけたらというところですね。まあおそらくですね、この辺もすごくね研究されてる方いらっしゃると思いますんで、もしですねそういった動画ですとか、まあサイトをご存知の方がいらっしゃったらですね、ぜひですねコメント欄で教えていただいて、みんなでねシェアできればいいんじゃないかなと思います。まあ、僕自身も普段はね使わない技術なんですけれども、できるだけいろんなことにね挑戦したいと思っていたので、すごくねいい勉強になりました。まあもうちょっと練習が必要ですね、これは。今回はですね、僕もちょっと挑戦した感が強かったんですけれども、質問等ございましたらコメント欄に書いていただけたら、僕で分かる範囲でですねお答えしていきたいと思ってますので、ぜひですねコメントの方よろしくお願いします。まあ分からないこともですね、こういった感じで皆さんと一緒にですね、勉強していきたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた。 See you!